皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問をいただきました。ダブルストロークを使った6連符が知りたいですっていうことなんですが、ダブルストロークで6連符をするっていうのは、結構難しくて、ダブルストロークってね、片手で2発叩いてタカ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 みたいな、2ずつのふわりでやったりとかするので、体の感覚的にもどうしてもね、この16分音符の、たこ焼きたこ焼きで、区切ってしまったりとかして、清水寺で区切るのって、結構ね難しかったりすると思うんで、今日そのダブルストロークで6連符を打つ時の、やり方というか、こんな風にしたらやりやすいんじゃないかっていうことをお話しさせていただきたいなと思います。で、まずしっかりと区切るっていうことが大事になってくると思うので、すごくゆっくりで手のリズムで、まずはタカタカタタタカタカタカっていう区切りを掴んでみてください。こうっていう感じで、区切るときに6文字の言葉をイメージしてもらったらいいと思うんですけど、2ずつ分かれてる6文字の言葉、清水寺とかね、アメリカ村とか、なんかそんな感じで2ずつ区切ってる6文字の言葉をイメージしてやってみると、マクドナルドみたいな、なんか3文字ずつやったらやりにくいと思うんで、一番最初はタカタカタカアメリカ村で、2ずつの6文字の言葉でダブルストロークの6連符を区切るというような感じでやってみてください。で、慣れたらバスドラムをそのアメリカ村のアーに入れて、まずはしっかりと、リズムをつかむっていうことが大事になってくると思います。さらにスピードを上げていくという感覚になってくると、これね、16分音符の時とかもそうなんですけど、ダブルストロークって1回の動作で2発の音を鳴らすので、例えば16分音符を叩く時は8分音符の体の感覚で16分音符にする。例えばこう、32分音符でダブルストロークを叩くときは16分音符の体の感覚で32分音符にする。というような感じですね。で、なので6連符を叩くときは3連符を叩いてるリズムの感覚で6にするっていう感じだね。だからこう、ひとまずこれで6のダブルストロークを掴んでもらうとして、で、とはいえ、清水寺、アメリカ村みたいな感じで、2ずつだけじゃなく、最初に言ったマクドナルドでもしっかりとこうリズムの感覚を掴めれるといいと思うので、足をちょっと2倍に増やして8分音符でマクドナルドの状態でダブルストロークをするという感じで最後に掴んでみてください。このダブルストロークを練習していけるといいんじゃないかと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。